皆さんこんにちは、森有里です。今日はですね、半顔メイクをしていきたいと思います。実は私ですね、エクステいつ変えるんですかって、何色にするんですか、次何にするんですかっていう質問が結構来るんですけど、今日変えるんです。なので、まあ、今はもう地毛状態なのでこれしかないんですけど、馬の尻尾状態なんですけれども、エクステをつけた後もメイクをちゃんとする予定ですので、今回は半顔メイクをしていきたいと思います。では早速コンタクトをつけていきます。なんか今目にゴミが入ってすっげー痛い。うわ。次に化粧水をつけたいと思います。で、化粧水と今日はもう本当にあれ日光が強いので、メイクの上からでもいいし、メイクする前からでもいい UV をつけていきます。この時のさ、顔ってさ、本当誰にも見られたくないんだけど。 BB クリームやります。ここのくすみとか抑えたいのでコンシーラーしていきます。そしてアイブロウをしていきます。そして眉マスします。そしてちょっと眉マスカラが乾いてから、はい、こちらのブローコートを使っていきます。私の眉毛いつもピンクだからもうピンクになっちゃってる。ポイントはこうやってなぞるようにしちゃうとここは垂れてきちゃうので、トン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 と乗っけていく感じ、トン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 って乗っけていく感じでやってみてください。はい、こちら昨日作ったシャドウを入れてから、この上からまた同じシャドウを重ねていくと崩れにくくなると思うのでやってみたいと思います。そしてここにゴールドのラメを入れていきます。ゴールドって言ってもちょっとブラウン系のゴールドですね。これはなんか私いつもここのあの二重幅のところにこうやって入れるようにしてるんですけど、パッと目が大きくなったように見えるかなと思います。そして使うのはメイベリのアイライナーです。私がアイライナー使うのって珍しくないですか。アイライナーを今回は入れていきたいと思います。本当はブラウンが良かったんだけど、ブラウンがなかったので黒でいきたいと思います。乾かして上からシャドウをまたこの一直線に重ねていきます。たらーん。はい、こちらのパレットを使ってこのピンクのゾーンを使って下に入れていきます。ここからここまでピンクを入れる感じです。はい、ここで登場するのがこちらでございます。このタイプ使ってます。つけまつげはつける前は一回こういう感じで慣らしてから、ビロロンビロロンって型をちょっとずつ崩してから使った方が使いやすいです。そしてつけまつげつけるのはこれね、こういうピンセットとか使った方がやりやすい。あの、私あれなんですよ、なんだっけこれ、マツエクしてるのでこれでシュッと溶かしていきます。次下つけます。こんな感じ、下チークなんですけども、この下めっちゃピンク塗ります。こんぐらいのピンク塗っちゃいます。でにって笑います。こんな感じ。あとはレーモン小暮ゾーンをやるの忘れたのでやります。で、あとは赤チーク、ほの字、ほ。では丸く。この色塗ります。上からこちら塗って完成です。はい、
どうでしょうか。だいぶ違う？そうでもない？はい、今日は撮影があるのでこのまま撮影メイクでいきたいと思いますが、このままっていうかこっからメイクしますけど、はい、こんな感じで私の半顔メイクは終了でございます。それでは皆さん今日も一日元気でいっていきましょう。森愛でした。せーの、おつわり、いってきます。